だったら何してもいいんですけど、初対持ちでしょ、子供も2人でしょ、うん、だいぶ具合悪いですね。で、マユさんにも旦那さんいるでしょ、うん、世間一般では叩かれちゃうよね、この恋愛はね。どっちか綺麗にしてからじゃないとみんなが応援してくれないというか、うん、陰でこそこそデートすることになっちゃうね。金崎舞ちゃんも顔割れてるしね、うん、だダブル不倫になっちゃうんですね、これ。両方とも初対持ちだから子供もいるからね、うん、で娘さんも配信をしてるしね、うちのお母さんが出ていきましたって配信撮らないだけ、まだ絡み酒舞の娘さんはね、まだいい子ちゃんなのかな。僕が絡み酒舞ちゃんの娘さんだったらねタイトルにしてやってますね。お母さんがダッツさんとバッグ3つ持って出て行ったってタイトルでやってますね。うん、助けてくださいって、うん、頭おかしくなっちゃうね、僕が絡み酒舞の娘さんだったら、うん、許せないっつってね、うん、やっちゃうね、もうネタにしちゃうね、親をね、こんな許せませんよって、うん、沸かすぞーって、うん、まゆちゃんはどうなんだろうね、うまくいってないのかね、うまくいってたら他の男なんか合わないしね、うまくいってないんじゃない多分、うん、うまくいってたらそんなね、ハーゲンダッツ合わないし、一緒に旅行なんか行かないでしょ、うん、受験生なのに。でもあのハーゲンダッツからいただいたアイテムのね、お金は換金して娘のなんか受験に使いますみたいなこと言ってたけどね。皆さん、あのここでちょっと一旦 CM 入ります。あのもしよかったらイベントのね、無料アイテム持ってる方いたらお願いします。待ってる間にすいません、無料相手お願いします。ありがとうございます。一旦 CM 入ります。ありがとうございます、無料相手ありがとうございます。ありがとうございます。今ハーゲンダッツさんとそのハーゲンダッツさんの嫁さんがもう裏でやり取りしてるんでね、もういい加減にしろみたいな、政治とはつながるな、これ以上配信はするなって口止めされてるんですよ。で奥さんがもう早く帰ってきなさい、うん、帰ってこないんだったら私も配信するし、せいじさんとねコラボもするかもしれないよ、多分駆け引きをしてると思うんですね、うん、今ちょっとどうなるか分かりません。ねえどうするかね。ハーゲンダッツさんが目を覚ましてね、分かったよ、そこまでお前が言うんだったら、うん、帰っていくよ、帰るから今から、もう分かったから、もうこれ以上はもうことを荒立てるな、うん、ねえ今悩んでると思いますよ、ハーゲンダッツさんね、さっき煽ってたんですけどね、奥さんのこと、もっと沸かせろ、閲覧下がってきたぞとかね、ラジオで1300人いたんですけど沸かせろとかね、うん、エンタメに持っていこうとしたんですけど、ガチめに聞いてるかもしれないですね、ハーゲンさんがね、もう好きな女が隣にいるからね、格好つけてねって言ったと思いますよ、さ、沸かせろとかね、うん、エンタメにしようと思ったんですけど、今配信が今奥さんがやめて冷静になって考えたら、これ以上嫁さんに配信されるのは困るし、政治とつながるのもね、ちょっとどうなるか分かんないし、やめてくれって言ってるかもしれない、うん、ねえどうなるか分かんないですね、これからちょっとハーゲンダッツさんの家庭が崩壊するのか、うん、ねえ怖いねえ、やっぱり、うん、デート中に配信見ないよな、聞いてたらな、聞いてるわな、もう気が気じゃないよな、絡みだけど今一緒にいるのに配信を見ちゃう、うん、なんで俺の嫁が配信なんかしだしたんだ、でなんで俺のパソコンを勝手に見てんだこいつはと、なんでパスワード知ってんだと、すごいよね、ハーゲンダッツさんの嫁さんがパソコンセキュリティ突破したんだからね、嫁にますなのかね、すごいわ、普通突破できない、
やっぱ25年も一緒にいたらパスワード使いそうなパスワードね、数字とアルファベットね、当てちゃう。何桁あるか分かんないけど当てちゃうのがすごいよね。びっくりしたって、一番本人がびっくりしたって言ってた、奥さん、開いたよ、うん、でハゲンダツさんとその絡みだけ前の娘さんが DM のやり取りをしてたと、うん、それを見て旅行行ったっていうのがバレたんですよね。うちのお母さんちょっと借りるねみたいなメッセージがあったのかな、うん、ちょっと旅行行ってくるわ、さくらちゃんごめんね、お母さんとできてるから俺、うん、パパいるのにごめんね、うん、すごいよね、ツイッター全部見られちゃった。で見られたっていうのは配信で分かったから急いで消したんだろうね、全部メッセージのやり取りとか、なんかね、ハゲンダツさん急いで自分の端末からログインして、でも出たんだろうね、他のパス、自分のパソコンでログインしましたみたいな通知が来たのかね、大急ぎであの証拠隠滅したんだろうね多分、うん、そろそろちょっとねどうなったか教えてほしいんですけどね、うん、ハゲンダツの嫁さんね、ウーマンさん、ダブル不倫ですね。でこれがもっと怖いのが、ハーゲンダッツの嫁さんと絡み酒の前の旦那さんがつながっちゃったっていう、うん、インスタグラムで電話番号送っちゃったらしい、ハーゲンダッツの嫁さんが。そこでなんか一悶着ありそうですね。そうなんですよ、うちの嫁とね、うちの嫁も出て行ったんですよ、カバン3つを持って ね。そこがちょっとねどうなるか、僕は止められてもそっちは止められないですよね。うん、絡み付け眉が自分の旦那に待ったをかけないとダメですよね。だから両方とも待ったをしてるんですよね。ハーゲンダッツは自分の目を待ったさせて、あ、待て、うん、で絡み付け眉の旦那さんにも絡み付け眉がちょっと待てと、うん、両方ブレーキをかけてる状態多分ね、電話して繋がるなよって眉も自分の旦那にも言ってると、インスタの DM にダッツの嫁から電話番号来ただろうって、それは電話するなよって言わないとぐちゃぐちゃになっちゃう、うんうん、慰謝料いらないってことは奥さんの、うん、家柄が、あー、いや違いますね、ダッツさんが仕事で稼いだお金って言ってました、言い切ってました。で自分はお金持ってないって言ってましたね、ダッツの嫁さんが。だから好き放題お金は使っていいって言ってましたね、何に使おうか勝手だって、うん、そう、投げたお金ももう死に金だから別にどうでもいいと、私のお金ではないと、うん、言ってましたね、いくら使おうは私は知らないと、別にとにかく文句は言わないと、そこは、うん、6月から投げてるのを知ってたし、黙ってたし、私のお金じゃないし、うん、でも家族は大事にしてほしいっていうのが嫁さんの本音なんじゃないかな、うん、不倫するのもいいけどと、家族があるんだからね、こっちも大事にしてほしい、うん、ねえ、お金に執着がないよね全然、あの嫁さんねすごいよな、うん、何の仕事してるかは僕がハーゲンダッツの嫁さんとつながった時にこっそりお聞きしたいですね、こっそり、ね、配信で言わないんで教えてください、こっそり、うん、配信では絶対言いませんので、奥さんちょっとハーゲンダッツのお仕事の内容をちょっといいですか、教えてもらって、ね、推定のね、総資金というか財産ね、いくらぐらいあるんでしょうか、うん、仕事知らないって言ってるんでね、奥さんがさ自分の旦那さんの仕事知らないって考えられる、考えられる、どんな普通の仕事してるらしい、考えられる、考えられないよね、
変わってるのかな。ああ、本当は知ってて、知らないとおかしいよな。何の仕事してるかも言わない旦那っているかな。ああ、変わってんのかな。建設業でそんな稼げないだろお前。もうゼネコンとかになっちゃうでそれしたら。大林組とか相当な額だで、投げてる額が6000万円で。建設関係でそんな大金稼げる、うん、無理やで。しかもよ、45歳やで、45歳で。1年前2年前のツイッターに前澤友作のお金配りリツイートしてるんやで。建設業の社長がそんな前澤のリツイートする？する？短期間であぶく銭を稼いだんじゃないの？どっかで。違う？しないわな。建設業の社長が何十億も、年商何十億の社長がお金配りリツイートするか？うん、たとえ知り合いだとしてもリツイートする？うん、宝くじだと思うな。宝くじ系だと思う。それか FX とかね、仮想通貨じゃないの。うん、国から仕事もらったらそんな稼げないでしょ。だって6000万ペロって投げる短期間でありえないと思うけどね。ゼネコンの社長だったらもっと年上になっちゃう。確かに45歳で会社のトップの人間でしょ。要は何千人何万人って社員がいるところでしょ。絶対大手さんでしょ。じゃあその中小企業でふわちゃ6000万投げれる人いないよね。中小企業で本価値爆価値ないわ。株を売った、清水建設が出てきちゃうよね。うん、そういうとこになっちゃうよね。結局車2000万だよね。2000万、ベンツのね、ゲレンデ、ゲレンデより高い車あるのにね。6000万もあったらさ、もっといい車買えるよな。なんでゲレンデなんだろうな。もっと4000万とかの車を買えばいいのね。5000万、6000万。ロールスロイスとかね。8000万とかね。なんで2000万のゲレンデなんだよ。マイバッハとかね。もっと高い車あるのにね。うん。何台もあるのか。あ、いや、1台しかないんじゃない。ハーゲンダッサンのツイート見たけど、ゲレンデ1台しか乗せてないんだよ。好みだから全然流行ってるし、根崩れしないから。宝くじは絡み酒縁起いいから買ってもらうとかペラってた。いや、それはないと思う。ただ単にお金持ちから宝くじを買うことに縁起がいいってことじゃない、うん、確かにお金持ちから1万円とか財布とかもらうと縁起がいいって言うじゃん。多分そっち系じゃない。株だと思うんだよね俺も。うん、 FX とかね、仮想通貨だと思うよ俺は。あぶく銭でしょ、どっちにしてもだと思うよ。うん、で奥さんもわからないっていうのは家でカタカタやってるだけだからね。モニターが何枚かあって何の仕事かわからないっていう、あんまり干渉しない嫁さんだったらね、わかんないで何の仕事か。まあ、仕事してるから邪魔だから出てけっていうね、人だったら何も分からないまま仕事してるっていうだけでね、何の仕事してるか分かんない嫁さんかもしれない、うん、奥さん寝ちゃったこれこれいつまで待てばいいの奥さん、これ寝ちゃったこれ。
何時まで待てばいいんだこれ。寝ちゃったのこれ。奥さん昼寝してんのこれ。これ阻止されたのかな。奥さん阻止された。電話中。ウーマンさん、ウーマンさん、辛味酒さん、旦那とうまくいってないでしょ。言ってたらそんな不倫とかしないでしょ。うん、ありえないでしょ、うまくいってたら。うん、どうでもいいわと思ってんじゃない、こんな旦那。だってハーゲンの方がね、かっこよく見えるでしょ。うん、不倫な、不倫ですもん、うん、多分ね。奥さんがここまで言うぐらいだから、で、ハーゲンさんも焦って電話してぐらいだから、これは不倫をしてるようなもんだよね。不倫してなかったらね、こんな配信しないし。ハートのジョークマサリアス入っちゃってます。長引いてんのかなこれ。だったら皆さん配信しましたよ、さっきね。1500人ぐらい来ました。ちょっと激震が走りましたね。クワッチであんだけ赤出しで投げてた爆投げさんが、まさかの絡み酒前とのダブル不倫事件、うん、稼ぎがないって言ってた。だからもう貧乏な家が嫌なんじゃない、うん、もうなんでこんなお金にこれね困らなきゃいけないの、もう嫌だわ貧乏ってみたいな。やっぱお金持ちがいいわってなっちゃったじゃない。配信やめたでしょ、うん、パートしてね、めんどくさくなったんじゃない、そういう生き方が。お金持ってる方がいいわ、楽だわ、どこでも行けるし、美味しいもん食べれるし、好きなもん買ってくるし、うん、なっちゃうよ。でもそういう風に、うん、お金に苦労してたらね、今の旦那さんで、やっぱこっちの方がいいわって。なんて名前、ウーマンですね、ウーマン、英語でデビルマークのウーマン。ねえ、なんかてっぺんハゲらしいね、ハゲさん45歳で男性ホルモンが受診中なんじゃない多分、うん、そう、ウーマン、デビルマークのウーマン、通知だけ入れといた方がいいです、プロレスの方は。ですね、ひよこ枠なんですけど、ひよこ卒業してたんですよね、初配信じゃなかったんですよね。それが謎なんですよね。ひよこ1000個集めたんですよね、今日の配信する前に。もともとしてたんですよね、配信を。すげえ謎なんですよね。ひよこ飛んでなかったんですよね今日ね、1500人ぐらいで。道場も卒業してるんですよね。すぐ集まるもんなの、ビギナーで1000個って。だいぶ配信して3回目なんだ。どんな配信したんだろうね。でもこんなタイトルでやってなかったでしょ、ハーゲンの嫁ですみたいな。ハーゲンの嫁っていうのを隠してたら、そんな1000個なんか集まるかね。みんながひよこ投げるの、そんなにビギナーのとこに投げてんの今の。フワミンは結構投げる、今3000なの、投げる？そんな毎日。豆だね。3000個たまる？投げないな、めんどくさくて。これカテゴリーから俺削っちゃってもひよこ枠出てこないようにしても俺、ひよこ1日でいけた？嘘、普通に閲覧後とかでも楽だから投げる？見ない。しかもさ、3個投げれるじゃん。時間経ってからしか投げれないじゃん、あれ。あれ、待ってられないよね、何分か。待てんの、あれ、3個。1枠に3個投げれんだよね。
投げれる3個も待ってられるの。あ、マリンちゃんやす。アイテム投げて当たるじゃんね。3日でいけた。いや、ひよこ秒で投げれんの。投げれなくない。待ってないと投げれなくない。何分か何秒待ってくださいとか出ない。投げれんの、待たなくても。時間いらない。うせやん。一枠には投げない。人参投げればいい。人参は投げればいい。それ人参だよ。あそっか。それ人参は待たないといけないんだけど、ひよこは投げれんのか。あーそっか、待つのは人参か。そうだ、ひよこは2発目が1分待つだよね。だよね。2発目1分待つよね。1分、いやすぐ投げれないよ。1分待つよ。ひよこも同一枠はね。そうでしょ。だから他の枠にガンガン行くのか。違う枠に、だから違う枠にひよこ投げるのね。ああね、待つ人もいるけど、違う枠で投げる人もいる。人参は一枠に1個だね。投げ逃げね。うさぎ枠で人参投げてブロックされた人もいるぐらいだから、あれわけわかんないよね。人参だけ投げてくるリスナーいらねえみたいな人いるらしいよ。人参儲かんないじゃん。お金になんないじゃん。あれブロックされる人いるらしい。されたことあるでしょ。あれ何なんだろうね。人参投げてブロックされる意味わからん人いるよね。ありがとうって言えばいいよね。人参投げてブロックする人だって。お金になんないから。奥さんこれ寝ちゃったのかな。奥さん DM 来ないんやけど。これ奥さん、もしもし、もしもし、もしもし、奥さん。あー寝回ししたか。これ救急入っちゃいますよ奥さん。俺止められてる。止めたか。奥さん待ってる。これ泣きながら電話してんのかな。もう勘弁してくれよみたいな。電話かかってきたら配信つければいい。奥さん、釣りなのこれ。それじゃない、修羅場なのかな。どうなんだろう。おいこらみたいになって、夫婦喧嘩になってるのかな。だいたい本物のアカウント、いちごさん、そうだね、いちごってアカウントだったよね。なんでウーマンなんだろうな。2個あんのかね、いちごと。いちごってアカウントだったんですよね、ハーゲンの嫁さんね。なんでウーマンなんだろう。いちご、いちごって言ってたよね。カラメ酒前の枠で、いちご、出てこい、いちごって煽ってたんだよね。確か言ってたな、リスナーさんが。いちごってアカウントハーゲンにダサいからやめろって解明されたんじゃなかったっけ。違う、いちごってアカウントダセーよって言われて、じゃあ変えるわでウーマンにしたんじゃない。そうでしょ、名前変えたんでしょ。そうだそうだ、いちごじゃなくなったんだよ。そうダサいって言われたんだよ。でウーマンになったんだよね。そうそうそう、子供が使ってたアカウントかね、いちごって。でウーマンにしてダサいって言われたんだね。変えたんだ名前、アカウントは一緒なの。奥さん、ウーマンさん、これ入ってるな。ハーゲンブロックが入ってるなこれ。速報です、速報です。
速報来ました。速報です。なんと現場の機長さんから速報来ました。東京入りです。さらに今日事件起こしてしまいそうかもしれません。皆さん、事件は東京で起きています。続報です。絡み酒まゆを、キチョーピが抱いちゃうかもしれません。事件です。事件です。まさかのハーゲンダッツの絡み酒まゆを寝取ってしまう。これやばいっすね。まさかの絡み酒め東京入りからのふわっち撮影会参加ということは、ハーゲンダッツは一緒にいる、東京に行ってる、撮影終わるの待ってる。どうなんのこれ。ハーゲンダッツどっかで待機してるか。いや、キチョピはね、今日渋谷に行ってるんですよ。ふわっちの撮影で、カレンダーの撮影で。で、絡み酒まゆも、そのカレンダーのなんかイベントで、多分受賞してるんですよね。で、撮影に行ってるんですよ。なんで、ちょっとわかんないですね、どうなるかこれ。で、絡み酒まゆは渋谷にいると。キチョピも渋谷。奥さんの iPhone 探す GPS どうですかね。オフにしてたら見れないもんね。撮影の荷物があるみたい。東京で会うか。でも今カルミ酒前と一緒にいるんだって、撮影の現場で。キチョピが、どうなんだろうね。ってことは、キチョピ、ハーゲンダッツの顔を見れるかもしれないね。ワンちゃん、絡み酒前についてたら。でも、ついてこないでって言われるかもしれないね。尾行できたらね、キチョピがね。配信しながらだったな。あれだから、配信外でね、尾行になっちゃうかもしれない。皆さん、最後に CM 入ります。イベントアイテムね、無料アイテムもしよかったら、持ってる方いたらお願いします。残り1分なんでお願いします。無料アイテムください。お願いします。最後に CM 入ります。初見さんいたらね、いつもこんな事件とかね、ないんですよ。でたまたまこう事件があったんでね、ジャーナリストやってるんで、もしよかったら初見さんいたらフォローと通知の方お願いします。めったになかったんでね、こういう事件が、大きい事件がやっと来ましたね。ハーゲンダッツさんと絡み酒まゆに感謝ですね。なかなかなくてね。